マグマ大使のママママグマ大使。はい、ということでね、今回ねご紹介するのはね、こちらになります。ドン。はい、久しぶりのワンピースフィギュア、造形王頂上決戦ですね。そこから、ギアフォース、バウンドマンですね、それのね、スペシャルカラーバージョンということでね、これ以前出たね、やつのカラーバリですね。カラーバリエーション、まあ箱を見る感じだともうほんと和風テイストな感じでね、うん、いやこれね、あの1個前のね元のカラーのやつ欲しかったんだけど、なんかねすごい高騰してるよねあれね、うん、だからこっちはまたいつものようにリサイクルショップで手に入れてきました。いやーこれすごいね、出来がいいんだよね前回の見ると。で欲しくて、買おうかなと思ったらもうなんかもうすげえ高値がついちゃってて結局買えずじまいということでね。そしたらこのスペシャルカラーで出たんでね、うん、こっちはまだそこまでね、値段は高騰してないんでね、うん、とりあえずね、開封しましょう。はい、まあ、箱を出してね、まずとりあえずその袋がどういう状態で入っているかを見ていきましょう。はい、ね、すいませんね、あの袋の状態を見せようと思ってたらね、すんげえ考え事してたらね、普通に袋破って組み立ててましたということでね、ちょっとあの袋の状態をパスして一気に組み立てた状態をお見せしたいと思います。はい、こちら、これやばくないっすかこれ。いやこれめっちゃやべえ、これかっけえ、これワオ。いやすっごい出来がすげえなこれ、バウンドマン。いや POP のねバウンドマンも持ってますけど、いやそれに比べてねスケールはちっちゃいけど出来はもうほんと引けを取らないですよね。いやすっげえ、前のカラーのやつ持ってないんでね、ちょっとね比べることができないんですけど、いやこれはこれすっげえいいわ、出来がすごい、細部までのね作り込みとかもねすごいですね。いやこのね顔の表情とかもすっごい似てるしね、出来がすげえこれ、うわー。でここのねもう色のカラーとかもねすっごいすごい、なんか丁寧にね、この武装色のハガキね、すっごいこれ、塗装もね、もういいですね。以上だな。いやこれはほんとね前のカラーのやつからずっと欲しかったんだけどね、店頭でね、飾ってあるのとかを見るとね、ほんとこれすげえできいいなって前から思ってたんですけどね、まあ、手に入れてこうやって見るとその凄さがねより伝わってきますね、うん、
で台座もねこうストラクチャーみたいにねこう岩みたいな感じの台座を使ってるんでね、そこら辺がすごいね気使ってますね。いやこれはいい。ボン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 、いやこれはすげえ。はい、ということでね、今回はね、久しぶりにね、ワンピース、ご紹介させていただきました。まあね、こういう手に入れる機会があったんでね、まあ自分がね、気に入ったものであればね、ワンピース以外でもね、他のフィギュアでもねどんどん紹介していきますんでね、この機会にねぜひ、チャンネル登録、またはね、いいねボタン、またはねじゃないね、チャンネル登録といいねボタン、よろしくお願いします。いやーほんとね最近ねほんとね皆さんねいいねボタンを押してくださってねほんと励みになります。いやーほんとね皆さんのそのいいねの数だけね私の力になるんでね、オラに、力を分けてくれ。今回は以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。